白馬会は、1896年に、黒田清照を中心に発足した、日本の洋画団体である、1911年解散。白馬会道人前列、岩村通る中列、久米慶一郎黒田清照郷田清志列、佐野明和大江作岡田サブロ子ス結試重日本、最初の洋画団体である、明治美術会は、後部美術学校の系譜を引いていた。 1893年にフランス留学から帰国した黒田清照が明治美術界に入会し、感覚的に明るい印象派の技法を伝えた。黒田の画風は、新派として浅い正し始め従来の写実的な画風と対比されるようになった。1894年、黒田と久米慶一郎は山本放水の和塾を譲り受け、これを天津道場と名付けた。 熟成には、藤島武次岡田三郎介、和田栄桜の春映がいた。また、翌年の内国官僚博覧会に、黒田が対応中に描いた、裸体画が出品されると物議を醸した。そして1896年5月には、東京美術学校に黒田と、久米慶一郎らを中心として、西洋画家が設置された。6月6日、発会式が、 根津上泉邸であった。同年9月、黒田、久米らは、明治美術会を脱退し、白馬会を結成した。白馬会という名称は、居酒屋でどぶろクを飲みながら結成の相談がまとまった、ことから無造作につけたものであるという。白馬会には、黒田、久米安藤中太郎、岩村徹、山本放水はじめ、藤島、岡田、和田らが集まり、同年10月に、 1> 第1回展覧会を行った。第2回展覧会10月28日から12月5日には、黒田の大作、地、城、館が展示された。他に、黒田、小判、藤島、地藩能う久米、冬枯れ、和田、私頭の夕暮れ、白滝、慶子など。第3回は1899年10月5日から11月20日まで、上野5号館で、黒田、 昔語り、父の像、湯浅一郎、漁夫番記など。1899年3月頃には、東京ため池の郷田清の工房に画家を育成するため、白馬会研究所を開設し、実技の他にフランス語、美術史などを講じた。一方、明治美術会は1901年に解散し、一部の作家たちは太平洋画会を結成。 反白馬会系の一勢力になった。第5回白馬会展、第6回白馬会展ポスター長原幸太郎が第9回、白馬会展ポスター長原幸太郎が1911年3月、白馬会は初期の目的を達したとして解散した。洋画家の小グループが多数結成されるようになり、各挙の状態になるのは好ましくない、との判断によるものだという。後黒だ。 岩村らは、美術界全体の団体として、国民美術協会の設立を呼びかけ、1913年3月に、設立された。また、旧白馬会の中堅作家たち7人が1912年5月、航風会を発足させた。航風会の展覧会には黒田も出品した。帰還し、航空は1905年5月から1908年12月まで、4巻2号。 刊行された。1898年、白馬会洋画研究所として、菊池中太郎の自宅に開設された。翌年、赤坂区ため池町の郷田清の工房に移転、東京美術学校卒業生や、一般洋画専攻者の研究機関として使われた。他の研究所の開設に伴い、白馬会井橋洋画研究所と改名。 1911年の白馬開会産後も存続していたが、1923年の関東大震災後に姿を消した。初期の出身者に小林万五、白、滝育之助、湯浅一郎など。他に和田光造、岸田流星、岡本貴一、清宮明、木村総八、牧野虎を、川地隆郷などが出ている。ありがとうございます。